ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やっぱり、氷河期世代の未来は暗いの？まあ、明るい兆しは見えないよね。日本がいよいよ低迷してきて、若い世代にちゃんとお金を使おう、年金の支給を減らして高齢者へのいろんなの優遇もなくそう、となった時。高齢者になっているのは若い頃から散々苦労してきた氷河期世代でした、というオチが待っているっていうことか。なんだか、それは、実現しそうな未来だよね。本当に、氷河期世代には、暗い未来しかないな。子供の頃は、団塊の世代が教える側で質の低い教育しか受けられず、思春期は人数が多くて受験戦争で、その後は、もちろん就職なんで。アベノミクスの恩恵も受けられず、リストラ候補となった末に、そんな未来だから、救いようがないよね。そう考えると、氷河期世代っていうのは、本当にひどい世代だな。まあ、見捨てられた世代とか、棄民とか、自分で言っちゃダメだと思うけれど、そう言わざるを得ない気持ちもわからなくはないよね。そうだね。でも、そうなる前に、逃げ切り世代の老人たちがいなくなるわけだから、その資産が氷河期世代に渡って、なんとかなる未来ってないかな？それはないでしょ。逃げ切り世代の老人たちは、死ぬまで資産を抱え続けていなくなっていくと思うんだよね。まあ、それはそうだよね。そうなると、今でも、問題化しつつあるけれど、空き家が増えていって、不動産余りの状況になっていくと思うんだよね。でも、それを変えるのは、若い人たちで、氷河期世代には何の恩恵もないと思うんだよ。氷河期世代は、なかなか、家が買えなかったのに、これからの若い世代は家を買いやすくなるのか。不動産余りの時代になると、そういう未来がやってくるかもしれないよね。なるほどねー。ここでも、氷河期世代は報われないんだね。まあ、なんといっても、氷河期世代は人数が多いから、家を買うときも競争率が激しくなっちゃって、なかなか、いい思いができなかった世代だよね。そうなのか。人数が多いから、受験も大変で、就職も大変で、家を買うのも大変で、何にもいいことがないじゃんねー。まあ、そうなんだけれど、もしかしたら、ここから一発逆転の目がないわけではなくて。そうなの？これから高齢化率がどんどん上がっていくということは、お年寄りがどんどん増えていくということで、一番ボリュームの多い世代が、氷河期世代ということになる未来がやってくるんだよ。でも、それで、氷河期世代の天下にはならないでしょ。でも、今まで、団塊の世代が数の暴力で、高齢者優遇を勝ち取ってきたわけだから。これからは、氷河期世代が数の力で、自分たちに都合の良い世の中を作ろうと思えば、それができると思うんだよね。でも、それって、また、高齢者優遇っていうことでしょ。まあ、そういうことだけれどね。なんだか、暗い話になっちゃうな。でも、氷河期世代は、団塊の世代ほど我が強いわけではなくて、下の世代にも甘い顔をする人が多いし、虐げられるのに慣れちゃっている人も多いから。今までみたいに、ストレートな高齢者優遇にはならないかもしれないけれどね。ああ、氷河期世代同士での争いが始まってしまうのか。この氷河期世代は人数が多いからまとまればすごい力を発揮するのに、氷河期世代同士の争いが激しすぎて、なかなか、まとまることができなかった人たちなんだよね。そういうところが、氷河期世代の悲劇を生んだとも言えると思うんだよ。なんとか、みんな仲良くできなかったものなの？まあ、氷河期世代は、生まれた時から、受験戦争、就職難なんかで、同じ世代同士で争うように仕組まれていたから、かわいそうだった部分もあるよね。でも、同じように人数が多くて、同じ世代同士で競争が激しかった団塊の世代は、がっちり団結して、鉄板の老害になってるじゃん。そうなんだけれど、団塊の世代の場合は、日本が急成長していく時代だったから、同じ世代で戦っても勝者が多くなる戦いだったんだよ。でも、氷河期世代の場合は、上の世代が椅子を譲らないから、同じ世代で戦っても、勝者が少ない悲惨な戦いだったんだよね。それで、負け組が生まれちゃうのか。負け組っていう言葉が生まれたのも、1990年代後半から2000年代って言われているからね。ちょうど、氷河期世代が、世に出始めてきて、格差社会が生まれつつある時期に、この言葉が生まれたって考えると、ちょっとやるせないよね。氷河期世代を生み出したせいで、負け組まで生まれてしまったのか。そもそも、就職難になったのだって、上の世代の雇用を守るためだったからね。自分たちがリストラされるのが嫌で、新規採用の数を絞ったせいで大量の就職難民が生まれたわけだからね。氷河期世代が悪いわけじゃないのにねー。そうなんだよね。氷河期世代の最大の悲劇は、氷河期世代に原因がないところなんだよ。すべてにおいて、氷河期世代は悪くないんだよ。それは本当に悲劇だな。そんな中、氷河期世代がさらなる悲劇に見舞われるんじゃないか？
ていう話が進行しているんだよ。え、そうなの？ということで、この動画では、氷河期世代が、これから襲われる悲劇についてさらっていくよ。ゆっくりしていってね。氷河期世代が、これからさらに、悲劇に見舞われるって何かあったの？うん、2023年6月16日に、政府が骨太の方針っていうのを閣議決定したんだけれど。そういえば、骨太の方針って、たまに聞くけれど、何なの？骨太の方針っていうのは、小泉政権で、聖域なき構造改革の着実な実施のために、経済財政諮問会議にて決議させた政策の基本骨格が元になっているんだけれど。ああ、小泉さんが始めたことだったのか。骨太の方針として最初に総論を作って、それに基づいた各論を各省庁に諮問会議で発表してもらって、その各論の実施プロセスを工程表として提出。それで、小泉内閣では、定期的にその進捗状況を報告させることで、政策実施の進行管理を行っていたんだよ。なるほどねー。それは理にかなっている感じがするねー。それで、この骨太の方針が、毎年のように出てくるんだけれど、2023年6月16日にも岸田政権が骨太の方針を出してきたんだよね。岸田政権が出してきたっていうだけで、嫌な予感しかしないけれど、どんな内容だったの？うん、この骨太の方針で、最も力が入っていたのが、労働市場改革だったんだよ。労働市場改革？この骨太の方針では、終身雇用や年功序列など日本型雇用は、成長分野への労働移動を妨げるといった弊害が出てくるから。その結果、世界をリードする新たな企業は誕生せず、賃金も伸び悩むといった現状を生み出していると言っているんだよ。そんな日本型雇用のデメリットばかりにフォーカスしなくてもいいじゃんねー。それで、この骨太の方針では、人への投資の抜本強化を掲げて、労働者のリスキリングを後押しするって言っているんだよ。そういえば、最近、リスキリングって、よく聞くけれど、何なの？スキミングみたいなもの？スキミングっていうのは、カード情報を盗み取る犯罪行為でしょ。リスキリングっていうのは、学び直しっていう意味なんだよ。リスキリングと、スキミングって、全然違う意味じゃん。日本だと、学校を出てしまうと勉強する人が少ないでしょ？でも、それだと、大きく変化していく今の世の中では、使い物にならなくなってしまうんだよ。まあ、20年前とか、30年前に学んだ知識だと役に立たないもんねー。それで、働き方の変化によって今後新たに発生する業務で役立つスキルや知識の習得を目的に、勉強してもらう取り組みが必要っていうことで、リスキリングという言葉が、最近、よく飛び交うようになったんだよね。なるほどねー。それで、今回の骨太の方針では、従来のリスキリングは主に企業が学びの機会を提供してきたけれど、労働者が主体的に取り組めるよう、個人への直接支援を拡充するということなんだよ。そうなんだ。それで、企業間で人材の奪い合いが生じることで、賃金の持続的な引き上げにもつなげたいということなんだよね。そんなにうまくいくわけないじゃんねー。だから、それを後押しするために、同じ会社に長く勤めるほど退職金の税負担が軽くなる退職所得課税についても見直しを行うっていうことなんだよ。え、政府自ら、同じ会社に長く勤めることを枠にしようとしているのか。うん、そうなんだよね。だったら、まず、公務員からそうすればいいじゃんねー。公務員こそ、終身雇用で、一つのところに長く勤める典型じゃんねー。まあ、その通りだけれど、絶対に、公務員には手をつけなそうだよね。でも、なんで、この骨太の方針で氷河期世代は、さらなる悲劇に見舞われるっていうことになるの？氷河期世代のことなんて書いてないじゃん。うん、まず、氷河期世代のことが書いていないっていうことが重要で、この骨太の方針では、氷河期世代を救う意思がないっていうことなんだよね。ああ、そういうこと？この骨太の方針っていうのは、これからの日本の方向性を決めることだから、ここに氷河期世代を救うことが一切書いていないっていうことは、もう、氷河期世代を救うつもりがないっていうことだと思うんだよね。なるほどねー。さらに、この骨太の方針には、少子化対策のことが書いてあるから。明らかに、国がサポートする対象を氷河期世代ではなくて、その下の世代を対象にしていくっていうことを宣言しているのと同じだよね。氷河期世代は、また、見捨てられたのか。それと、今回の骨太の方針で、一番力を入れている労働市場改革についても、氷河期世代に厳しい内容になっているよね。どの辺がそうなの？うん、まず、日本型雇用制度を破壊しようとしているでしょ？日本型雇用制度っていうのは、終身雇用、年功序列っていうのが特徴だけれど、この日本型雇用の恩恵を受けられるのは年を取ってからなんだよね。そうだよね。
若い頃は、安い給料で働かされるけれど、安定しているし、年を重ねていけば、お金がもらえるっていうことだもんね。それで、これからその恩恵を受けられるはずだったのが、氷河期世代なんだよ。ああ、氷河期世代は、ここまで頑張ってきて、やっと、いい思いができるっていう時に、ルールが変わっちゃうのか。うん、そうなんだよね。氷河期世代は、日本型雇用の苦しい部分だけを引き受けて、その恩恵を受けることなく、社会から退場していくっていうことになりそうなんだよ。それは辛いな。氷河期世代は、頑張っていても、こうやってルールが変わって、その弊害を受けることを繰り返してきた世代って言えるかもしれないよね。それは悲惨すぎるよ。だって、子供の頃から、体罰とか恫喝の軍隊式教育が普通だったのに、そういうのは良くないということで、どんどん変わっていったけれど、変わったのは氷河期世代が学校を卒業した後だったから、氷河期世代はひどい軍隊式教育を受けた人がほとんどだったもんね。ああ、氷河期世代は、子供の頃からそんな感じだったのか。さらに、40代、50代になるタイミングでリスキリングなんて言われても、氷河期世代は困っちゃうよね。ああ、また、ルール変更が起こったのか。まあ、社会人になっても学ぶことが大事なことはわかるけれど。40代、50代になって、新しいスキルを身につけたところで、雇ってくれるところがあるのか？というのは、すごく疑問だよね。それはそうだよね。いくら勉強して、新しいスキルを身につけたところで、未経験の40代、50代というのは雇わないでしょ。それに、若い頃ならいいけれど、40代、50代から新しいスキルを身につけるっていうのは、なかなか難しいことだしね。それはそうだよね。そんなこと言うなら、岸田総理が自分で、まずはやってみろ、っていう話だよね。このリスキリングも、従来のリスキリングは主に企業が学びの機会を提供してきたけれど、これからは労働者が主体的に取り組めるように、個人への直接支援を拡充するっていうことなんだけれど、これも、自己責任にしていくっていう話にしか読み取れないよね。また、自己責任論を氷河期世代に押し付けていくのか。でも、政府としては、これで、自分の意思で新たな能力を身につけて、仕事も選ぶことができるようになるし、企業間で人材の奪い合いが生じることで、賃金の持続的な引き上げにもつなげたいっていうことなんだけれど、この動きも、氷河期世代はスルーされそうだよね。氷河期世代を奪い合う時代なんて、来るはずがないもんねー。さらに、同じ会社に長く勤めるほど退職金の税負担が軽くなる、退職所得課税について見直しを行うっていうのも、まさに、氷河期世代を直撃する話だよね。ああ、これから退職を迎える人が損をする話なのか。もう、逃げ切り世代はほとんど退職したから、影響がないけれど、これから退職金を手にする予定の氷河期世代が損をする話だよね。本当に、氷河期世代は損をしてばかりだな。これまで、なんだかんだとありながら、なんとか定年まで勤めて、やっともらった退職金にまで手をつけられちゃうんだから、氷河期世代は本当にかわいそうだねー。しかも、岸田内閣は、労働市場改革の一環で、同じ会社に長く勤める社会を変えていこうっていうことで、この退職所得課税に手をつけるっていうことだから、意味がわからないよね。堂々と、増税するって言えばいいじゃんねー。まあ、ステルス増税は岸田内閣の得意技だからね。そんなところで得意技を出さなくてもいいのに。でも、そんなことより、今回の骨太の方針で一番まずいのはステルス増税なんかよりも、終身雇用をぶっ壊して、少子化対策を進めるっていう、岸田政権が言っていることが無茶苦茶になってしまっていることかもしれないよね。ああ、確かにそう言われると、岸田内閣って、言っていることが無茶苦茶でびっくりするね。終身雇用をなくして、社会を不安定化させて、少子化対策が進むはずがないのにねー。まあ、岸田内閣の理屈で言えば、労働市場がもっと流動化することで、給料が上がって、みんなが豊かになるっていうことなんだけれど。でも、それは、また、勝ち組と負け組を作って、格差を広げるだけなんじゃないの？うん、そうなんだけれど、氷河期世代が、その負け組になる分を全部引き受けてくれたら、今の若い人たちがみんな勝ち組になって、豊かになると思わない？え、岸田内閣はそんなことを考えているの？さすがに、岸田内閣もそこまで考えて、今回、骨太の方針を出してきたわけではないと思うけれど、この骨太の方針がうまくいくには、氷河期世代に負の部分を集中させることしか可能性がないような気がするよね。また、氷河期世代がひどい目に遭うのか。自分の力でどうにかできる優秀な人ではなくて、なかなかうまくいかない社会的弱者に手を差し伸べるのが普通の政治なんだけれど。どうも、岸田内閣は逆方向に舵を切っているような気がするよね。リスキリングでどうにかなる人は優秀な人なんだから、もともと、支援する必要はないよねー。
岸田内閣は弱者じゃなくて、強者に寄り添う政治だから、こうなっちゃうんだろうね。そしたら、氷河期世代の未来は地獄みたいなものじゃん。うん、そうだよね。今の恵まれ続けている高齢者とか、若者への支援を続けて、氷河期世代にその負担を押し付けようとしているのが見え見えだよね。え、そうなの？だって、氷河期世代はこれから50代になっていくタイミングで、政府が終身雇用をやめるって言っているんだよ。これ以上の氷河期世代いじめはないよね。ああ、それは、すごいタイミングだな。50代になると、役職定年とか、なんだとか言って、ただでさえ収入が減ってくるところなのに。その上、終身雇用をぶっ壊して、退職金にも増税していくって言うんだから、本当に氷河期世代を狙い撃ちだよね。言われてみれば、その通りだねー。でも、なんで、岸田内閣は、そんなに氷河期世代を露骨に狙ってきたの？まあ、岸田内閣も氷河期世代を狙ったわけではないと思うんだけれど、氷河期世代を救う方法がなかったのと。だったら、今の若い世代を支援して、少子化対策に手をつけた方が受けがいいし、簡単だと思ったんじゃない？そんな簡単な方に流されないで、困難な課題に取り組んでほしいところだよね。でも、実際、氷河期世代を救う方法なんてないから、しょうがないよね。それを言われると辛いな。でも、岸田内閣が、このタイミングで終身雇用をぶっ壊すのは、日本のターニングポイントになるかもしれないよね。え、日本のターニングポイント？岸田内閣は終身雇用のデメリットばかりを強調するけれど、終身雇用なら、労働者の安定が得られることの他にも、企業が持っている技術の伝承とか、ノウハウの流出阻止なんていうメリットもあると思うんだよ。それはそうだねー。でも、今回そういうのも含めて、全部ぶっ壊すっていうことだから、この国がどうなってしまうのか？本当に不安になっちゃうよね。でも、なんで、そんなことをしようとしているの？そこは、なんでこうなったのかわからないけれど、最近、人材業界が元気でしょ？ああ、テレビとかタクシーでも転職とか、人材紹介の CM が多いよねー。結局、今回の骨太の方針で、そういう人材業がさらに儲かっていくことは間違いないと思うんだよ。労働市場改革によって、人材が流動化するわけだから、そういうところがさらに儲かるのは明らかだよね。でも、そういう業界が儲かっても、何も生み出さないでしょ。それと、リスキリングでも、人材業界が儲かりそうなんだよ。え、そうなの？うん、各社リスキリングに力を入れているみたいで、リスキリングによる DX 人材の育成を推進、とか、法人向けリスキリングによるデジタル人材の育成に取り組みます、なんていう言葉が踊っているんだよね。もう、やる気十分じゃん。こうやって、人材会社がリスキリングで、今までになかったスキルを身につけさせて、企業にマッチする人材を送り込むっていうのは良いことだとは思うんだけれど。やっぱり、ここでも、氷河期世代は取り残されちゃうんだと思うんだよね。ああ、氷河期世代は、ここでも乗り遅れちゃうのか。いくらリスキリングで、新しいスキルを身につけたとしても、企業としては、未経験の40代、50代はいらないと思うんだよね。ああ、それはそうだねー。未経験の40代、50代って、お荷物でしかないもんねー。だから、今の20代、30代がこの恩恵に預かれる一方、氷河期世代はリスキリングによる新しいスキルを身につけられていないっていう自己責任論で、見捨てられていくと思うんだよね。氷河期世代は、また、見捨てられるのか。どうにかならないものなの？それだけは、どうにもならないと思うんだよね。これから、氷河期世代が50代に入っていくのに、今まで見捨てられ続けてきたわけだから、その人たちを今さら、救おうと思っても無理だよね。やっぱり、そういう話になっちゃうのか。骨太の方針を見ていると、政府も氷河期世代を見捨てることを決めたみたいだし、明るい未来が見えないよね。ある程度は覚悟していたけれど、最後まで暗い話になっちゃったな。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。